タジオオーパーツボリューム96ゾウさんでメロイエロお楽しみください。スタジオオーパーツ。いや、ゾウさんメロイエローやらせていただきましたね。え、今日はゾウさんオンパレードの感じですね。 ありがとうございます。はい、でこの曲はね、はい、1967年なのドノマンの曲です。なるほどなるほど、はい、ちょうど世の中はサイケデリックロックになってって、はい、あれちょっと聞いていいですか。僕よく分かってないんですけど、ドノバンっていうのは人なんですかバンドなんですか。あ、人です。イギリス人です。ドノバンドじゃないんですね。はい、ドノバン、はい、じゃあありません。違います。はい、はい、
60年代 の、 あのポップスターです、はい、男性ですよね。男性です、はい、あのシンガーソングライターですね。なるほどなるほどね。でちょうどあのビートルズとかはホワイトアルバム出して、こういろんな、はい、世界中がサイケデリックムーブメント、フラワーチュートレンとか言われてた、はい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 、そんな中のイギリスの一つのムーブメントの中の一曲ですね。なるほど ね、 ね、すごいですね。イギリスビートルズがあり、ローリングストーンズがあり、でドノバンもあり、ドノバンもありね。でこの曲はなんか、はい、最近ではほらテレビコマーシャルで出てたりさ、まあどの番組やってませんでしたけどね、まあそんなんでちょっと今回取り上げてみました。なるほど。それですね、はい、スタジオオーパーツはね11月はね今ね、はい、あのレコーディングキャンペーンやってます。お得なんですよね、はい、これがね8時間でね2万1000円、結構やりがいありますよね。うん、前なんか12時間のパックも作ってたけど、うん、やっぱ集中力がやっぱみんな持たないみたいよ。まあそうですよね、うん、8時間でも相当長いよね。ね、だから割とこう決めてきてやるといろんなことができて、うんうんね、もう頑張れば全然ダウンまでね一気にいけちゃうね。いけちゃうね、8時間あったら ね、 ね、まあちゃんと計画性を持ってあのマスターを使いたいだけ使えば、そうですね、8時間でも相当いいものが1本できるんじゃないかな、はい。Only ever has to give me スタジオオーパーツ。